まずは1楽章から解説したいと思います。1楽章冒頭、このように非常に緊迫感のあふれる始まり方をするんですが、まずこの緊迫感、何がそのこの緊迫感を生んでいるかというと、この2オクターブの音程感覚、これがとっても重要なんですね。これが例えば左手が、1オクターブ下だったらそんなに緊張感が出ない、また右手がもっと下だったら、ある種の暗さは出るんですけど、ここまでの恐ろしい緊張感は出ないですよね。なのでこの2オクターブという、しかも間に音がない、この音程感覚をよく感じて、この音程の音色、この音程の音色を作り出すことが大事です。でまたこの四分音符からタイでつながれて、16分音符分の伸ばしとその後の16分音符というこの、6つに割ったリズムというのが非常に大切で、これを結構リズムを甘く弾く人もいるんですが、まあこれはこれでまた別の緊張感を生み出せないことはないですけれども、やっぱりベートーベンのその意図した緊張感っていうのはこのリズムをきっちり、ある程度きっちり守らないと出ないんだと思います。でなぜこのリズムなのかっていうのをしばらく考えてみたことがあるんですけど、思うにこのリズムっていうのは人間がこのテンポで聞き取れるその最小の緊張感なんじゃないかなっていう、そういう気がするんですね。でちょっと考えてみましょう。まずこれが3連符だったら、まあ、表情はありますけど全く緊張感ない音楽ですよね。じゃあこれが普通に、4つに割った譜点8分音符と16分音符だったら、緊張感が出てきました。このようにもう3連符と譜点のリズムだけでも随分、インパクトが違うんですが、それだけではベートーベンは物足りなかった。もっともっと緊張感を作り出したかったので、というリズムにしたんだと思うんですね。じゃあもっとリズムを詰めたら、副譜点8分音符と32分音符であったとしたら、まあ、ちょっと大げさに弾いてますけど、ここまでいくともうほとんど装飾音符みたいに聞こえてしまうんですね。このテンポではもっともっとものすっごくゆっくりな曲であれば効果的なんですが、なのでこのテンポで、聴いてる人をこの最初のドーで縛りつけて、ドーだば間髪を置かずにタタンってこう次の音にパッと連れていくっていう、この緊張感はやっぱりこのリズムをしっかり守らないと出ないんだと思います。じゃあ先に行きましょう。ここまでユニゾンだったものがここで和音が出ます。これによって、それまでの非常に空虚な緊迫感の世界から少しその世界に彩りが出ますね。なのでこう緊張感を、すごく感じて縛りつけられていたところから、ここで少し緩みます。そのまんま、あ、やっと世界に色がついてきたとここで思わせられるんですね。でもそれは落とし穴で、
したはずなのに、そのほっとしたはずの色はすっといなくなってしまうんですね。という雰囲気を出すために、ここでちゃんと切るというのはすごく大事です。それも、あ、切ったなと思わせたら、なくなったという雰囲気じゃなくなるので、例えばやるとも切るのが当たり前になっちゃうんですね。ではなくて、この原質の和音からスッと、小さくなってそのまんま切れるというのが理想的ですね。またもちろんこれだけ長いと聴いてる人が安心しちゃうので、全く、その譜面通り四分音符でピタッとなくならなくてもいいとは思うんですけれども、スッと消えて次がすごいですね。これこの F モールの曲の中にこの和音が出てくるっていうのは普通では絶対にありえないことなんですね。これまたナポリの和音といいまして、この F モールの2度のこの根音を半音下げた、ものなんですが、普通はというか、まあ規則では基本的にはこの第一展開形を使うという緊張感を生み出すための和音なんですが、これを基本形で使う。これが第一展開形であれば緊張感はあるんですけど、あ、こっちに行けるんだって方向性が見えるのに対して、どこにも行けないですね。縛り付けて一瞬安心させて落としといて、またさらに縛り付けるというこの、大きな緊張感です。それでも彩りを求めて、感情を求めて、ここまで来ると、クレッシェンドでクレッシェンドもあって、さらに表情豊かになります。あ、そろそろ緊張感から解き放たれて歌えるんじゃないかと思ったところに、パッと運命の動機が聞こえてきます。それが聞こえた後のこの歌は、ここよりも救いを求めてちょっと、逃れようとなんとかもがいてるような、最初のこの原質の和音がそうですね。で、逃れようとするけれど逃がしてくれない。結局歌もこのリズムに支配されちゃう。苦しみと嘆きで爆発する。でも爆発すらさせてもらえないんです。最後まではさせてもらえないんです。ここで小さくなるっていうのは、これはもうベートーベンの、このまあここではフォルテからのですけど、クレッシェンドをしてからのスピードピアノっていうのは、ベートーベンの作り出した大きな発明だと思うんですね。本当ならそのまんま行けるはずのところを行かせてもらえない、また行けるはずのところを行かせてもらえない。それによってどん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 心の中にその、ある種のフラストレーションのようなものが溜まっていって、それが爆発につながるっていう、ベートーベンの特有の書き方です。なので次は爆発します。ここのリズムなんですが、これ右手と左手が交互にリズムを、和音を弾いていると思ったら大間違いなんです。そういうふうに思って弾くと
ではなくて、これはまあ8分の12なんでシンコペーションと言っていいかわかんないんですけれども、その拍とリズムがずれているっていうところに、大事なポイントがあって、まず左手を見てみましょう。こうなってますね。これタタタタタタではなくて、この拍に対してタタタタタタタとずれてるんですね。っていうその緊張感を生み出すと、同時に右手もまた別の、また一つそこからずれたところで拍とずれていて、という風になってます。これをどっちも同時に感じて弾くと、この拍がちゃんとどこかに頭の中にあると、爆発してるはずなのにいまいち爆発しきれない、この、やるせない感じが、緊張感が出るんですね。始まったかのようにパッとテンポを変える人が結構いて、まあ、僕自身も若い頃はそういう風に弾いてたんですが、それは大きな間違いで、ここで何か表そうとしている世界はほぼ何にもないんですね。自分の行くべき世界はあっちだろうか、こっちだろうか、あっちだろうかっていう風に探してるだけなんですね。で、その後ろにずーっとその獲物を逃すまいと狙っている運命の動機がタタ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 、ずーっともう、止まることのない時計の秒針のようにずーっと刻み続けているんですね。この辺でやっと進むべき道が見えてきます。トンネルをくぐり抜けて自分は楽園にたどり着いた。でもよく考えてみると、このテーマ、これと全く同じリズムなんですね。一見楽園のようでありながら実はそうではないというギミックがここで隠されています。なのでやっぱりその楽園の、幸せな雰囲気はふっと一瞬でなくなってしまうんですね。一体ここはどこだろうと思ったところに雷のようなものが落ちてきて、一人ぼっちにされます。ここで孤独感を出すためにはやっぱりテンポは揺らさない方がいいです。しかしこの特にこの音は大事ですね。和声感をずっと感じたまま弾き続けると、何もしなくてもこの落とされた後の、どこにも持っていきようのない悲しみが表現されます。そして爆発につながります。この和音、最初と一緒ですね。
局最後は。その嘆き苦しみは誰にも受け止められることなく沈んでいきます。でここからは一瞬現実逃避の世界ですね。いやこっちではない。夢の中でこれまた楽園にたどり着きます。で冒頭ではこの歌を歌った後にタッタッタッタンという運命の動機が聞こえてきたんですけど、ここではまあちょっとその和音の配置が違うんで、もう少しすがりつくような感じですね。すがりついてみたら運命の動機の代わりに優しく包み込む光が聞こえてくるんですね。でもまだ主人公は疑心暗鬼になっているので、もう一遍確かめるんです。ここは本当に楽園なんですか？そうするともう一度光に包み込まれたと思ったその時に、これあえなく落とされてしまいます。というふうにまた緊張感の緊迫感の世界が現れて、そして、また道を探し始めます。主題が始まったんですけど、まだ主人公は不安なんですね。また落とされるんじゃないか。で、本当はどうなんですかとここで問いかけて、もう一度声かけたら、今度こそは受け止められるかもしれない。でもここでスビートピアノになることでその幸せ感はまた消えちゃうんです。やっぱり案の定闇の世界が来ますね。
に、ここに運命の動機タタ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 タというのが、足されて時間の流れが非常に明確になることで、最初にはなかった種類の緊張感、恐怖感が出てきます。こことっても難しいところなんですけども、ぜひともタタタタタタというのが絶対に揺らがないように、しかもドーラファーのリズムも、崩れないように、なおかつタタタって大きくなっちゃったりしないように細心のコントロールを払って、しかも縮こまらずに弾けるととっても効果的です。特にこのトリルを弾いてる間に左手の数がよく分かんなくなっちゃったりするんですね。そうすると、まあ、数が入らなかったからダメとかそういうことじゃなくて、やっぱり聴いてる人にちょっとした揺らぎを感じさせてしまうので、それが緊張感の弛緩につながっちゃうんですね。なので、まあ、とっても難しいですけど、ぜひ頑張ってこうタッ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 というのをずっとキープするように演奏しましょう。で、あとはだいたい同じ流れがあって、まあ、コーダの前のそのつなぎの部分になります。美しくというか終わりなんですよという感じを出すよりも、もうそのまんまのテンポで、これとってもコントロール難しいんですけど、そのまんまのテンポでこのフォルテの和音からだん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 世界が暗くなっていって、そして何もなくなりましたという感じにできると、先につながる緊張感ができるんじゃないかなと思います。
そのためにはまあペダルもすぐにあのフォルテの後にすぐになくさないでだん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 なくしていって、最後はもうほとんどノンペダル気味くらいにして、もちろんタッチもだんだんコントロールして、一番最後の和音が大きくならないようにして、伸ばす長さも最初から考えておいてやると、もう終わった後に会場がシーンとなるような緊張感が出ます。でそこからまあこれも好みなんですけど、僕は個人的にはそこからその緊張感、誰も咳一つできない間にでも急がずに緊張感をしばらく感じてもらった後にパッと2楽章をさりげなく始めるっていうことをよくやって、